古典園芸植物、江戸時代の日本は世界的に見ても園芸が非常に発達した地域であった。1681年、天南元年には日本最古の園芸書、課題項目、水野勝本著が発行されているが、これは中国やイギリスに並び世界的に見ても早期のものである。西欧の園芸が造園術に含まれるものとして捉えられることが多いのと異なり、 江戸時代の園芸は、早くから農業や造園としてではなく、単独に芸道的存在として成立しており、精神収容、芸術、娯楽、陶器など様々な側面を見せている。また稼働とも独立して存在していた。日本の園芸文化は本来中国のそれの影響を受けている。中国では東大にボタンが盛んにも手配され、育種も進んだ。 また、梅や桃なども花をめでることが行われた。壮大には、尺薬の育種が進み、また、中国春蘭が、文人思想と共に愛された。このほか菊や、蓮、腐葉など、中国で観賞植物化したものは多い。これらは、その都度日本にももたらされ、貴族や武士、僧侶などの趣味として定着していた。中国河北から河南にかけての植物は、 日本の気候にも適応しやすかったと思われる。一方で、平安時代にはすでに桜や秋草への愛好が見られ、はじめ、日本独特の園芸文化が発展していくことになる。鎌倉時代には、盆葉が普及し、室町時代には、中国蘭が愛好されていたほか、すでに桜や筒子、椿に、多数の品種が生まれつつあった。江戸時代は、ことのほか園芸が発達するが、 その要因として、もともと、江戸幕府の歴代将軍、特に初代から三代が非常な花好きであり、その影響が大きいとされる。ただし前日のようにその素地ははるかに以前より存在していたと言える。将軍への献上等のために、各藩は自慢の植物を乙女花として門外不出とし、産逸を厳しく制限することもあった。しかし、 江戸時代全般を通じ産金交代や交通、流通の発展により、各地の植物が行き来して、山東、はじめ、各都市に集積した。また、大都市近郊には大規模な園芸省が交流し、都市の園芸植物の需要に応えていた。江戸近郊のソメイも、そのような園芸省集積地の一つで、中でも、伊藤家は、代表的な園芸省の一つであり、代々、広大な、 江戸城や大名屋敷、旗本屋敷に修行を供給する役目を果たしたり、園芸所も多数観光している。桜の染井吉野も染井で生まれたという説が有力である。さらには、本草学の発展とも関連し、園芸は全国的な展開を見た。またごく初期には、上方で発展が始まったことは他の文化と同様であるが、かなり早くから江戸でも発展が見られたことも、 特徴で、これは、将軍とのつながりからもうなずけることである。これら上方や江戸以外でも、熊本、伊勢、久留米、名古屋などで、地域独特の園芸文化も花開いた。熊本の、日後立家、ひ後椿、日後さざん家、日後菊、日後釈薬、日後朝顔、日後花あやめや伊勢の伊勢菊、伊勢投げしこ、伊勢花あやめ、また、久留米の久留米つつじなどは有名である。 図古い、園芸書の出版も、あいつに、音楽作品にも、椿つくし、松島県業作曲や、桜つくし、つつじ、さやま県業作曲、ともに、自由だ、奏曲をはじめとして、園芸植物の品種を多数読み込んだ楽曲がいくつも、作られたりもした。例えば、椿つくしには、椿が二十二品種も読み込まれている。これらを見ても、当時、園芸がいかに文化として、 大きな地位を築き上げていたかが想像できる。江戸時代初期には、安土桃山時代から引き継ぐ形で、まず尺薬、菊、牡丹椿、椿、筒ツ子ツなどが盛んになり、やがて柿椿、松本洗脳、顔なでしこ桜草等が加わった。さらに、江戸時代中期から幕末にかけ替えで、おもと、万両、松原、 絶国のような葉の変異を追求する植物が非常に増えた。日本文化の中心は商用樹林帯にあり、ここに産する植物に葉の美しいものが多かったためもあるであろう。江戸時代後半には花勝部や気候の寒冷化も手伝って花福樹草、ミスミ草など落葉紅葉樹林帯植物も品種を増やした。松本先皇は元禄、教皇の頃には、 多数の品種があったが、その後火星に至るまでに散逸してしまったらしい。また柿キバタは、江戸時代中期の段階では、花勝負よりも品種が多かったが、その後あまり進展せず、幕末には、花勝負が圧倒的な発展を示すようになる。このように、江戸時代だけでも種術精水の波があった。江戸時代の園芸の特徴として、階級、性別を超えた愛好が挙げられる。 これは当時日本を訪れた外国人によっても言及されている。園芸の推進役としては、部屋住みと呼ばれる家徳を告げない旗本や御家人の非着難の存在が大きかったが、その他武自然般、武家の女性、僧侶や遊女、商人、農民等にも広く行われていた。下町に暮らす庶民も植物を何か栽培することが普通であった。また、 園芸の愛好家として集まる場合には、師書の区別も和らぎ、身分差の干渉の場としても機能した。ただし風乱、吹乱のように、はじめのうちは特定の階級、将軍、大名、旗本等のみに愛好者が集中していた植物もある。ある御家人の母は桜草を愛し、重箱に寒点を流し固めて、そこに様々な桜草の品種の花を差し並べて干渉する。 ことを考案して評判になったという。松平定信も園芸好きで知られ、自邸の庭園、翌音園には桜やハスなど多数の植物を収集し、それらの図譜も表している。イベントとして花を見ることも盛んに行われ、徳川吉宗は1720年、江戸市民の憩いのために、飛鳥山に桜を植栽させたが、このような例は全国各地で見られた。また、 自社の境内等では、菊、ボタン等の展示があり、堀切勝負園や小高園、初の花勝負園、1856年頃開園のような特定の植物を集め植栽して、江戸市民の娯楽に供した観光施設も生まれ、向島百花園、1805年開園や亀戸天神の富士、浮き間が、原の桜草など都市内やその近郊には花の名所も多く存在して、 高楽の対象となり、市民は身近に花、植物に触れる場所となっていた。植物の流通、交流が多くなる中で、経済の発展とともに、新花、珍花が高価で取引され、江戸時代全般にわたり陶器的側面も強く持つ植物が多かった。古くは菊に始まり、おもと、からた花、松原、南天、万両、 福祉相当でこのような傾向が非常に強く見られた。このような植物は金を産む木として金星樹と呼ばれるほどであった。殻立花、百両金、万両、万両などの名称にもその名残が残っている。そのため、一角千金を夢見て新花作出のための育種が盛んになり、また各地の山野に人品が求められた。この点ばかりを江戸時代園芸の特徴として、 非常に強調する演芸士屋もいるが、イギリスやオランダ、特にチューリップバブルが有名、中国など演芸の発達した国では同様なことがよくあり、また美術品等でも、投機的売買は特別なことではない。他方、藩によっては、藩士の上層教育や、精神修養のために演芸を奨励するところも、少なくなく、趣味、癒し、芸術的精神の発露の手段として、 園芸、育種を行う、個人、結社も少なくなかった。花勝負の父とも称えられる旗本、松平あやめ王、松平砂金吾や桜草の下谷蓮などはその例である。このようにして、陶器とは無関係に育種された植物も少なくない。また栽培や繁殖の技術も追求され、陶器の保温のために、 今の音質やフレームに相当する断質、岡室やトムロが考案されたり、多くの植物で様々な仕立て方や鑑賞方法が生まれた。栽培法を解説した書籍も多く表されている。主観交雑の知識はなかったが、朝顔では遺伝の法則性がメンデル以前に経験的に知られており、不燃性の品種の維持に活用されていた。江戸時代後期には、 いくつかの植物、特に桜草など非等期的な植物において、蓮と呼ばれる愛好家の結社が誕生した。これらは大抵閉鎖的組織で厳しい規則を持ち、家元性的な組織にまで発展するものも見られ、品種は門外不出で入会には世話にを必要とし、最初は処方用の普及品種を、そして習熟するに従い希少品種を与えられ、 大会もしくは死亡すればその品種はすべて没収、あるいは一子送電などの決まりを持つものもあった。同じような例は、熊本の日頃下でも見られ、現在でも厳しい規則を保持している村地がごく一に存在する。一方でそういった組織に加わらず単独で、栽培育種を楽しむ愛好家もいた。多数の品種を持つ植物では、新花の花合わせ、加糖。 品評会が行われた。菊では1713年頃からすでに京都で花合わせが行われていた記録があり、その数年後には江戸でも菊の花合わせがしまった。桜草では1804年に江戸の下谷連が初めて新花の品評会を催した。ここでは会員の投票によって6段階に序列された。また江戸での朝顔の花合わせに出品するために、 即にで鉢植えを運んだ大阪の商人もいたほど花合わせは盛んに行われた。またしばしば品種のランク付けのために番付けが発行された。おもとでは1799年、桜草では1862年のものが現在、最古のものとして確認されており、このほかほとんどの植物の番付けが出版されている。これは品種相談表、カタログの役目を持つと同時に、 長期的な植物では、換金価値の基準ともなった。現代でも、名鑑として、番付が発行される植物も、少なくない。明治維新前後から、花を見る植物を中心に、西欧や中国へも輸出されるようになり、特に菊は、原産地中国の菊事情を一変させ、さらには、ヨーロッパで非常な人気を博し、日本の美術工芸が、ヨーロッパのそれに、 多大な影響を与えたのと同じく、西欧における園芸植物に対する美意識にまで大きな影響を及ぼした。一方で、江戸時代を通じ、しばしば海外から長崎等を経由して植物がもたらされており、西欧では野菜であったキャベツがドライして、干渉植物のハボタンになったのをはじめ、幕末にはサボテンやダリアなども愛好されていた。 明治維新と共に廃れてしまった植物もあったが、多くは動乱を乗り越えて大正、昭和へと受け継がれ、江戸時代よりも発展したものも少なくない。菊や花勝部のように、その後の発展により現代ではもはや普通の園芸植物として捉えられているものもあり、これらはすでに世界的にも普及している。西欧で発達した洋菊も江戸時代の日本の菊の血を濃く引いているのである。 また、おもとや桜草、三芯などは近年海外で注目されつつある。一方で、維新後は、西欧から大量の園芸植物が流入し、その影響により花に対する美意識にも変化が見られた。変化咲きから大輪咲きへと大きく方向を転換した朝顔も、美意識の変化が原因の一つと思われる。さらに大正から戦後にも、西木ハゼラニウムやクンシランのように、 外来植物でも、ことに葉の変化が、伝統的な美的価値観に沿ったものが、古典園芸植物に加わった。サボテンや多肉植物も、古典園芸植物には含まれないものの、同様な観点から早くから愛好されて、現代に至っている。多くの古典園芸植物にはそれぞれ愛好団体が、結成されている。特に花を鑑賞する種類。 当器性と関係のない種類では活動もかなり盛んで、現代でも新しい品種が増えているものもあり、より美しい花を求めて後輩、未生に努める育種家、愛好家も少なくない。桜草や花勝負のように新花の作出が続いている一方で、江戸時代の品種がかなり多く残されているものもは、菊では大菊桃現在盛んな系統において、専門業者が中心になり、 育種が行われている。しかしスカシユリは古い品種が伝えられず、現在流通しているのは、ほとんどがここ数十年の間に生まれ品種のみであり、特別な仕立て方や干渉法も特に伝えられておらず、現代では古典園芸植物として捉えることはできない。常夏ななど、太平洋戦争時に壊滅的被害を受けてその後、立ち直ることが来なかった植物もあり、 また副樹層は、比較的最近まで品種が残っていたが、保存者が少なくなり極めて厳しい状況にある。このほか愛好家が減少して、特殊家、寺院、神社、大学、国や地方の園芸施設等が希少な古品種や特殊な系統を保存し伝えているものもあり、ほとんど特殊家の個人的な努力のみに支えられていて、猛の危機にあるものもある。 もともと陶器的性格を強く持つ種類では、戦後の一時期には、希少品種が非常な効果を呼び、そのために、経済的トラブルを生んだり、また賃品を探すために自生値が荒らされ、自生が激減するという社会問題もしばしば、発生した。またその中に、現在でもごく一部には新品種を自生からの採取に、限り、人口交配による育種や、陶器性の維持のため、 メリクロンによる増殖が否される種類がある。そこでは、従来の自生採取にこだわりを持つ愛好家も存在し、場合によってはそれを東洋思想で裏付けようとする試みさえ見られる。しかしこれらが結果として、陶器や自生採取とは全く関係のない植物をおも巻き添えにして、古典園芸植物全体の風評を低下させている面もある。またそのために、 陶器性の高い種類と合わせ古典園芸植物として、一括りされることを嫌う陶器と関連のない種類の愛好家も多い。い一方、戦後になると、特に松原などの葉物を得意な美意識の産物として特殊する人が現れた。極端な場合にはそれらに美を認めようとせず、ただ、単なる珍奇性のみが、世上にもてはやされたというような記述がなされたり、 またそれらの陶器的側面ばかりがように強調されることすらある。これは園芸史の研究家が思想、哲学や芸術の領域ではなく主に自然科学分野に偏っているという要因もあるかもしれない。いずれにしてもこのような一方的解釈は行き過ぎた偏見であり、古典園芸植物の美的な解釈については客観的な、またもっと美学的。 芸術的な面からの評価がなされるべきである。例えば、古典園芸植物は、江戸時代の音楽作品や絵画、工芸品にも共通する、当時の普遍な美意識によって取り上げられ発展したので、このような美を備えるに至ったと解するのがより自然で、あると言えよう。他方で、新しい分野の開拓も見られる。 特に山野草ブームによる非園芸的な植物の見直しに橋を発した流れの中から変異の多いものから目立つものを品種に登録するという古典園芸植物の形に習った動きが行われたものがある。例えば西木蘭、宮間薄らやエビネ類がそれであるが、ネジ花のように一旦は盛り上がりながらも維持できなかったものもあ楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。